はい、皆さんこんにちは、山崎技研です。前回ツインファミコンの修理動画ということで3本アップロードしてきたんですけども、皆さんツインファミコンの修理はできましたでしょうか。もし修理ができない、まだ動かないということであればですね、具体的なちょっと原因をですね調べてみたいなと思いますので、コメント欄の方にですね、こういう症状ですっていうようなことをちょっと書いていただけると、私の知る範囲でお答えできればと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、今日は、前回の予告通りになります。ツインファミコンのですね、ファミコンカラー塗装をするというところで、2台買ったツインファミコンをそれぞれファミコンカラーに塗装していきます。で、今日はですね、具体的に何をやるかですけども、まずこのツインファミコンを2台とも分解をして、中の基板ですとかケーブルですねをすべて取り外し、外装に貼ってあるシールをすべて剥がし、段差があるところはパテで溝を埋めて塗装ができる状態にするというところまでをやっていきたいと思います。それからですね、ケースの洗浄ですねを行った上で、サフェーサーを拭き、塗装をして、トップコート、仕上げの塗装をして完成というふうな形になっていくと思います。それではですね、今回もこの塗装編は2部構成になりますので、毎回長くて申し訳ないんですけども、ぜひお付き合いいただければと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ分解の方をですねしていきたいと思います。もう蓋の方はですね、ネジもありませんので、はい、こちらの方も外しておきます。はい、ツインファミコンの分解なんですけども、ディスクドライブの方ですね、外すまでは全く手順は同じです。そこまでスキップします。ディスクドライブの方が外せました。ではですね、こちらの本体側といいますか、ファミコン側ですね、の基板を外していきたいと思います。まずですね、こちらの金属のバーの方を、縦に倒していただいて、引き抜きます。はい、続きまして、こちらのファミコンカセットを入れるスロットの、なんて言うんでしょうね、ケースですかね。を外します。ネジが2箇所で止まっていますので、こちらをまず外します。はい、外れました。そうしましたらですね、こちらのカバーをですね、このイジェクトボタンのレバーをですね、こう抜き取るように外してください。続きましてですね、配線系なんですけども、まずコントローラーですね、こちらがワンコンですね。はい、それからツーコンのここに蓋を外します。はい。で、あとは、基板側に、電源を供給したり、データ通信を供給しているこのコネクタですね、を抜きます。はい、これ、ここ、爪があるんでね、これ押さえて、上に引き抜けば、引き抜けます。はい、こちらは、爪はないので上に引き抜けばいいだけですね。はい、はい、で、ここまでで、まずコネクター関係が全部外れました。次にこれですね、拡張端子のネジを外します。これ前期だけで、後期はねこのネジないんですよ。なので、前期モデルだけ、このネジはあるんだなというふうに覚えておいてください。はい、外れました。もうこれで、はい、本体の基板ガタガタになってますよね。はい、で、続きまして、よいしょ。ボタンですね。電源ボタンとリセットボタンがあるんですけども、これがですね、ちょっと今外しにくいかな、どうか。で、そうですね。はい。そうすると、はい。
このイジェクトレバーが外れてきます。はい、これで基板も外れました。はい、あとはバネですね、はい、を外します。はい、あと本体のこのスイッチなんですけども、これは、この爪が上下にあるんですね。この上下を押さえて前側に抜きます。同じく前側に抜きます。はい、以上です。で、これが外し終わりましたら、続きましてコントローラーですねのケーブルを外したいと思います。で、こちらの方でですね、グネグネと引っ張っても線が切れないようにですね、ここで止まってますので、これも外します。はい、外れました。はい、続きましてですね、ここまで来たら結構簡単なんですけど、こちらですね、拡張端子 CD の、止めてる場所になるんですけども、まずこちらのネジを外します。で、裏を向けていただいてですね、ちょうどこちら見えるかな、これですね、こことこの3箇所で止まってますので、まずこの蓋を後ろから押していただいて浮かせる。で、今度はこう止まってるよね。なので、はい、この奥にこう指を入れていただいて押してあげると、こう簡単に外れます。はい、で、これで拡張端子 CD にアクセスができるようになりました。でですね、はい、コネクタを開けます。はい、開けました。はい、ではもうあとこちらですね、最後映像出力のコネクタと、電源のコネクタがついているこの基板を外します。ネジが、1箇所2箇所ですね、ここ2箇所にあります。これも外します。かなり本体がですね、劣化してますので、あまりネジは無理やり締めたりとかしない方がいいと思います。本体のこのケースが割れてしまうと思いますので、この辺注意してください。はい、はい、これで電源の方の、基板ですね、もう外れました。心は特段ハンダのクラックなんかもこれはなさそうですね。はい、もしかしたらちょっとね、もう前回コンデンサーの方も交換した方がいいかもしれません。はい、今回ね、ちょっと塗装なのでそこまではやりませんので、はい、じゃあ、はい、これで、分解の方完了しました。はい、あとはですね、蓋側なんですけども、蓋側の方がこちらになります。はい、蓋の方はですね、こちらの方に、カセットとディスクを切り替えるためのセンサーがついてるんですけども、こちらの方を外します。お、怖いですね。ちょっとパキッとかっていうね、音がしますね。ゆっくり、はい、外していただいて。で、ここはですね、ちょっと注意しないといけないのは、ここにバネがついてるんですよね。はい、はい、あとですね、ここに粘着テープ、これかなりベタベタ
しますので、これダイソーさんのシール剥がしなんですけども、こういうので綺麗に拭き取っていただいた方がいいと思います。はい、内側から塗装することはないので、そこまで神経質にならなくてもいいのかなというふうには思います。ベタベタしてますね。この辺のベタベタのシール残りですね、もちろんこうやってシール剥がしでも取れますし、人によってはなんかジッポーライターのオイルですかね、あれでも綺麗になるというふうになんかおっしゃってた方もいますので、お好きな方でしていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、シール剥がしが一番お安く手に入りますしね。はい。よろしいんじゃないですかね。はい。こんな感じですかね。続いて、こちら、カセットとディスクの切り替えですね。はい。のスイッチを外していきます。これはですね、ちょっと面白い構図をしてまして、よいしょ。2つのですね、こういった金属のバネですね。で、取り付いてますので、この向きですね、間違いないように。してください。はい、それではですね、もうちょっとですよ。で、最後にこのスイッチのですね、土台の部品ですねを取り外します。はい、これで、スイッチの部品が外れました。あとはすごい汚れですね。なんか埃が、はい、塗装の際にですね、塗装の際にですね、ちょっと最後これ注意しないといけないんですけど、爪この3箇所で押さえてあるんですね。はい、でこれを外さないといけないんですけども、もうこのプラスチックがですね、だいぶ劣化してまして、これをこう内側に押さえるときに、これ今比較的簡単に外れましたけど、硬いものがあるんですよね。で、硬いとですね、この爪から割れてしまいますので、これ注意してください。もしよろしければ、あったかいお湯に一旦ちょっとつけていただいて、ちょっと樹脂が柔らかくなったのを見計らって、押してあげて外す、みたいなことをしていただいた方がいいかもしれません。はい。これちょっと豆知識です。はい、最後、カセットの蓋ですね。はい。シャッターですかね。はい。この部分を外します。はい。ここはですね、ちょっとこの反対側に細くて見づらいんですけど、バネがついてるんですよね。はい。で、これで、こう、ねじってですね、このシャッターがこう自動的に戻るようになってるんですけども、はい。これ絶対になくさないようにしてください。はい。あと、この、芯にですね、この金属の棒が1本通ってるんですけど、これをこうゆっくりこう、しならせて、ここから外すというふうな形になりますので、はい。それだけちょっと、折ってしまわないように注意してくださいね。はい。バネがあったのはこちら側ですね。はい。これも覚えておいてください。わからなければ、スマートフォンなんかでこう、写真を撮っておいていただいてから、作業していただくのがいいかなと思います。はい。では、これで、以上、今回になります。最後にですね、ご自宅にあるですね、ドライヤーで、こちらのシールですね。はい。
あとは、こちらのシールですね。を温めていただいて、剥がしていただければと思います。あんまり熱い温度でやると、本体が曲がってしまいますので、熱い温度にしないでくださいね。ある程度温まったなという状態で、デザインナイフなんかをこのシールの隙間から入れて、ゆっくり剥がしていただく。はい。まあ、そういう感じで剥がしていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい。あと、こちらの金属プレートですね。こちらがですね、ここに隙間があればですね、その隙間から、カッターの刃、もしくはマイナスドライバーをゆっくりこう入れて、ちょっとずつこう、こじって起こしてあげる。で、起こし終わったら、そこから、こう、ぐいっと剥がしていただければいいと思います。もう、このプレート自体ですね、再利用できないので、捨ててしまうしかありません。はい。なので、ここは新しくシールを新調しようと思います。あと余談なんですけども、このツインファミコンですね、ここがですね、シールのものと、もうすでにプレートにですね、刻印されたものと2パターンあるんですね。おそらく刻印されたものが後半の方に販売されたモデルだと思うんですけども、はい、まあ、そのような違いがありますので、もし本体を探されている方ですね、まあ、こういうところも参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。では、これをシールの方剥がしていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですけども洗っていきますか。はい、じゃあ蓋の方ですね。はい、じゃあ蓋の方から洗っていきます。汚れば、まあ、中性洗剤で、まあ、はい、落としていただいて、はい、あとはちょっと、まあ、撫でる程度に洗っていただいたら、それなりに綺麗になると思います。まあ、油分がね、ついていると、塗装に影響が出るので、油分はしっかり落とすようにしましょう。ちょうどね、この台所用のこの中性洗剤が、一番油分とかはね、取れますんでね。はい。それでしっかり洗っていただいて。はい。いい子はね、洗い物もしてくださいね。お母さんのお手伝いね、大事ですよ。はい。あとは溝とかですね、ちょっと、こういうところも、きれいに。していただいて、はい、こんな感じですかね。はい、じゃあ続いて、電源ボタンとリセットボタンですね。まあ、これはね、もう塗装してもいいんですけど、できたらオリジナルのままね、色は活かしたいかなと思ってます。ただこのツインファミコンのね、この電源ボタンとリセットボタンはね、この何でしょうね、手垢なのかちょっと日焼けなのかでね、ちょっと色変わってしまうんでね、ちょっとこの辺が残念ですね。はい、じゃあ続いて、カセットの、シャッター部分ですかね。はい、これもザザッと洗っていただいて OK です。じゃあ続いて、これはイジェクトレバーですかね。はい、これね、結構ホコリがついてるのと、ちょうどこの押すところですね。はい、あとは汚いのがこのカセットのね、この切り替え部分ですね。カセットとディスクの切り替え部分。これがまあまあ汚いと。まああまりね、こういうとこはね、掃除できなかったですもんね、分解しないと。はい、まあこの辺も綺麗に落としていただいて、まあこの辺ね、もう全部塗装してしまいますんで、はい、この辺の字も消えてしまいます。あとで上からラベルを貼ります。よいしょ。はい、これが、拡張端子 CD のカバーですね。まあ、この辺はもう、ジャザッとでいいと思います。裏面などほとんど見えませんしね。塗装もしませんので。まあ、
ついでに洗うみたいな感じですかね。はい、はい、このカセットとディスクの切り替えスイッチの土台となる部分、これはもう塗装してしまいますので、はい、洗っておきましょう。ちょっと取ってしまいましょうか。おお、汚いですね。結構やっぱホコリとかがね、どうしても長年の三十何年間のホコリが着地してますからね。えらいことです。あ、ちなみにこれちょっと言い忘れましたけども、すでにここ穴が開いてるんですけども、開いてる、段差があるんですけども、それはもうパテで埋めてしまってます。よいしょ。よいしょ。こんなのかな。はい、じゃあ裏のシール剥がしてきました。なのでこちらの方も洗っていきたいと思います。汚いですね。どうしてもこのね、電源のあたりとかね、やっぱりそこはね、やっぱどうしてもホコリたまりますよね。じゃあこんな感じですかね。はい、綺麗になりました。はい、あとはまあこれすすいでいただいて、はい、これであとはまあ乾燥させるだけですね。はい、ではこんな感じで乾燥させたいと思います。はい、じゃあツインファミコンのですね、洗浄が終わりまして、乾燥機の方で乾燥をさせてきました。で、今度何をするかと言いますと、まあどのパーツをどういった色にするかっていうところをちょっと決めておかないといけないんですけども、そこで参考にさせていただいたのが、皆さんもひょっとしたらよくご存知のレトロ堂さんですね。こちらの方にですね、ツインファミコンカスタムペイントという商品が紹介されていまして、こちらの方に似たような形の色にできたらいいかなというふうに思います。はい、それでですね、まあ当然このトップカバーが白、それから下のこのカバーですね、こちらの方は赤、まあ、これはまあ特に変わらないんですけども、今回ですね、まあこの電源ボタンとリセットボタンの方はもう塗装をせずにですね、このままの色で使いたいと思います。あとですね、こちらの方の拡張端子のカバーの方も塗装はせずにこのまま使います。で、イジェクト、こちらのレバーの方と、それからカセットとディスクの切り替えスイッチ、それからカセットのシャッターですね、こちらの方を全て赤色に塗装していきます。まあ、レトロ堂さんとちょっと違うところで、まあ、こちらの方のステッカー関係ですね、こういったところのステッカー関係を私の方で、まあ、独自に制作の方をしたいなというふうに思います。それでは動画の方がですね、ちょっと長くなってしまったので、今回はまあ塗装準備編ということでですね、お送りしてきましたけども、またよろしければ次の動画もご視聴いただければと思います。では、お疲れ様です。